うわこれマジか、ありそうだなっていう予感がしたので、なんか進める気がしてきました。皆さんこんにちは、井上雅弘です。先日松田さんと視聴者の皆さんからたくさんの激励をいただき、僕自身のピンクの特撮を作ると決めました。そして今日は発表があります。ピンクの特撮クラウドファンディングをさせていただけることになりました。こちらですね、ありがたいことに視聴者さんからコメントでたくさんクラウドファンディングをやってくださいというご意見をいただいてたりとか、晴れてできることになりました。それをやらせていただけるにあたって、特典の方いくつかご紹介できたらなと思いますので、まずはスタッフ T シャツ。本当はドラマでは配られないスタッフ T シャツみたいなのがあるんですよ。仮面ライダーでもありましたし、ガムでもありましたし、もうスタッフってロゴが入ってて市販されない T シャツみたいなのがあるんですけれども、今回は僕らと皆さんと一緒に作っていくプロジェクトということで、このスタッフ T シャツ、仮のイメージはこんな感じで、はい、作らさせていただきます。そしてオリジナルブロマイドセット、こちらはね、内容とかはまたその届く当日を楽しみにしていただければなと思います。で、主演書き込み台本レプリカ、これね、これも以前要望があったのを参考に特典化させていただいたんですけれども、僕自身が台本でこういろいろ書き込むんですよ。役者の人ってみんな書き込むんですよ、台本もらったら。ここがこうとかここがこうとかって、そういう書き込んだ状態のものが見たいみたいなことを、いただいてたので、それのレプリカを、今回作らせていただけるということになりました。それと、主演からのお手紙、はい、これはお手紙を、書かせていただきます。コレクターズオリジナルシール、こちらですね、この今回の作品には切り離せないアイテム、シール、オリジナルシール、これも何点かクラウドファンディングで特典として出させていただきます。サイン付きポスター、はい、どんなポスターになるかはお楽しみです。で、協力スタッフクレジット、これもね、なんかこう最後のドラマのエンドロールにこう協力してくれた皆さんのクレジットを入れる枠というのをご用意させていただいた形となります。そして前回発表させていただいたヒーロー原画レプリカ、ほんとね、実際目の当たりにしてみるとものすごいパワー感じるんですよ、この絵を見て。僕もかなりの力をもらった気がします。最後にエキストラ参加券もご用意させていただきました。エキストラの皆さんと一緒に僕参加したんだよっていう証は、何よりもやっぱりこう出てもらったりとかするのがとてもいいんじゃないかなと思いますし、この人数感、規模感みたいなのを出してるのに、このエキストラの方々の応援協力っていうのは切っても切り離せない。僕ね、前にスプラマン2っていう作品をやらせていただいた時に、かなりやっぱりエキストラとして応援を駆けつけてくれた方々がたくさんいて、かなり後押しされたなという印象をかなり残っております。こちらの方もぜひとも協力していただければなと思います。ということで紹介していきましたけれども、ぜひこのピンクの特撮応援していただければなと思います。概要欄からリンクから飛べますので、ぜひともよろしくお願いします。皆さんで一緒にこのピンクの特撮盛り上げてもらえたら嬉しいなと思います。それでは。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会員にて公開。金会員では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。